アプトの同期点、アプトの道は、群馬県安中市にある鉄道の廃線跡を利用した遊歩道である。東日本旅客鉄道新越本線の横川駅を、起点として、旧り本線を経由し、丸山変電所、峠の湯、雨水第三橋梁を経て、2012年4月現在は、旧熊の平信号場までが通行可能となっている。一方、 旧熊の平信号場軽井沢駅間は、アップ都市鉄道時代のものも残ってはいるものの、一部はトンネルが塞がれたりしており、2012年時点での整備計画はない。なお、横川駅から峠の湯間では、旧登り本線をアスファルトで舗装しているが、旧勾配のレールの重さによるずれにより、ところどころにアスファルトにひびが入っている。 路線数箇所からは階段があり、旧国道18号線につながっている。駐車場が、宇水湖、宇水第三橋梁付近、旧熊の平ら信号場付近に設置されている。アプトの道に並走して、2005年に開通した、宇水峠鉄道文化村から、峠の湯までの 2.6km を走行する、トロッコを運転している、旧下り本線は、 柵で分離し立ち入りできないようになっている。なお、トロッコは、薄い峠鉄道文化村の遊具という扱いとなっているため、同施設の入場券が必要である。トロッコ運転は土曜、休日及び特定日の日中となっており、さらに11月から3月中旬までは運休となる。旧本線廃止後の一時期、2006年頃には、このトロッコを正式な鉄道路線にするべく、安中市が、 国土交通省に対し働きかけていたが、現在は進展していないようである。1963年に廃止された旧国鉄新越線の横川駅軽井沢駅間の急線跡において、1996年より横川駅雨水第三橋梁間の全長を 4.7km の廃線跡に遊歩道としての整備工事が行われ、2001年に完成した。 2008年には、薄水第三橋梁旧熊の平信号上間の延長工事に着手。当初は、薄水第三橋梁の横側方の第五水道内の照明用のため、旧国道18号線沿いに電柱を建てる予定だったが、水道から、軽井沢方面は、上信越高原国立公園内となっているため、国から許可が降りず、雨水第三橋梁から電線を付設することになった。 そのため工事が一時休止し、予定の2012年4月完成が危ぶまれたが、無事に横川駅急熊の平信号上間の全長 5.9km が2012年3月末に完成し開通した。ありがとうございます。